あるところに四国メタンというおばあさんがいました。おばあさんは認知症で、同じものを大量に買ってきたり、気に入らないものを壊したり、投げたり、うんちやおしっこをそのあたりに漏らしてしまうのでした。ねえあんた、いい加減にあのクソババアをなんとかしてよ。うちがご近所からどう見られてるかわかってるの？私、恥ずかしくて恥ずかしくて外を歩けないわ。ああ、わかってるよ。お前には随分苦労をかけてる。かわいそうだけど、もう限界だな。ばあさんは裏の座敷牢に閉じ込めて、外に出さないようにしよう。一年ほど閉じ込めておけば、自然に死んでくれるよ。気違いだったじいさんもそうだった。ふん、一週間で死んでほしいわ。はわわ。メタンばあさんは、息子夫婦が自分を座敷牢に入れる話をしているのを聞いてしまいました。そうして強く動揺し、家から逃げ出したのでした。はうわぁ、はうわぁ、はうわ。座敷牢は嫌だ、座敷牢は嫌だ。メタンばあさんはそう思いながら、全力ででたらめに走り回りました。そうして気がつくと、見知らぬ場所に立っていたのでした。ここはどこ？私はどうしてこんな場所にいるの？はうわわ、はうわわ、はうわ。メタンばあさんはわけがわからなくなって泣き出してしまいました。はぁ、あ、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 おばあさん、どうしたのだ？はぁ、あ、たまたま通りかかった心の優しい男の子が声をかけました。メタンばあさんは男の子を見てびっくりしました。その男の子は息子の子供の頃の姿にそっくりだったのです。もしかして迷子になっちゃったのだ。よかったら僕と一緒にお家を探すのだ。優しい男の子はおばあさんをおんぶして運んでくれました。男の子の背中は暖かくて柔らかくて懐かしい匂いがしました。メタンばあさんは男の子におぶられながら、若い頃の思い出に浸りました。最近のことは全然覚えていないけれど、昔のことはよく覚えているのです。おてんばだった少女時代、苦手だった算数のお勉強、初めて恋をした男の子のこと、貧しくて夢を諦めたこと、顔も知らない相手との結婚、痛くて死ぬかと思った出産、大変だったけど、幸せだった子育ての日々。笑ったり、泣いたり、怒ったり、悔しかったり。全力で駆け抜けた、長いようで短い人生でした。メタンばあさんは男の子の背中の上で、いつしか眠ってしまいました。そうして、懐かしい夢の世界へ行ったきり、二度と現実の世界へは、戻ってきませんでした。光に輝いて